いや和田稲葉とこの2人が一塁ベースを並んでいました。さあ打球はどこまで飛んでいく、どこまで行くんだろう、うわあそこまで飛んだ打球久しぶりに見ました。ブランコ第10号ブランコすごいですね。これは敵ながらびっくりという感じじゃないでしょうか。推定飛距離どうなるんかなというぐらいでした ね、 ねえ、あれあのスタンドの後ろが通路になってるんですけど、もうほとんどそこまで行ってましたもんね。あもう冗談も、いや札幌ドームで冗談ってなかなか聞かないですからね。見ないですよね。いやこれはびっくり。もう一度ご覧いただきましょう。初球でした。真ん中高め、シンクったな。うわ、ここまでここまで行くんですもんね。あもう見たことないですね。はい、これソフトバンクのペーニャかブランコかちゅうやつ、ね、そうですね。まだなんかこうドームがどよめいています。